グラフトネットワークの第2回目の講義を始めていきます。今日は道と経路、数理という回になります。今日の目標は、まず代表的なグラフの定義と記法を確認するということをはじめにやります。そして2つ目、最大性論法による証明の手法を理解し、使えるようになるということであります。前回、数え上げによる証明という手法を紹介したんですけども、今日は別の証明の手法として最大性論法というのを紹介します。で、これもですね、離散数学でよく使う証明の手法なので、まあ、これをグラフを通して紹介するということを行います。で、まず、代表的なグラフのいくつか紹介をしていきます。でですね、よく現れるグラフに完全グラフというものがあります。で、ここでは G は無効グラフなんですけども、無効グラフ G が完全グラフであるとは何なのかというと、ある自然数 N に対して G が次のグラフ VE と同型であることです。で、VE という置き方は、これ前回グラフの定義でやったんですけども、 V が頂点集合、で、E が円周号ですね。それを並べて、グラフっていうのを表現するということでした。ですね。で、同型っていうのは、まあ、これと同じ形をしていると。つながり方が同じであると。まあ、正確な定義は前回、同型写像を使って定義したんですけども、まあ、それであるとですね。で、頂点集合は何かというと、1から N という、まあ、こういう N 個の頂点を持っているということになりますね。だから、まあ、N が3の場合、書いてみると、まあ、1、2、3と。3つ頂点があるということになりますね。で、E の方は何かというと、これ、縦棒があるので、これ、こういう集合の記法を思い出してほしいんですけども、これはその縦棒の前にあるものを全部集めますよとですね。この IJ っていう要素数2の集合を全部集めますよということを言っていて、で、どういうのを集めるのかっていうと、この後ろにある条件を満たすものを全部集めるというふうに言ってるわけです。で、後ろの条件何かというと、まず i と j っていうのは v の要素、頂点です。ですね。で、i と j は異なります。というものを全部集める。で、この ij と、するわけですけども、つまり、異なる2つの頂点は全て辺になっているというわけですね。1、2とか、1、3、2、3。これ全部、辺になっているという、こういうグラフと同型であるグラフを完全グラフと言います。だから、今、ここに書いたものは、これは頂点数3の完全グラフになります。で、一般にですね、頂点数 L の完全グラフを KN と表記します。KN ですね。まあ、なんで K を使うのかっていうのは、まあ、いろんな説があるみたいですけども、まあ、K だと思ってください。K です。はい。で、この頂点数3の完全グラフ、これだからこれ計算なわけですけども、計算がここになりますね。同型ですね。同じ形しますね。で、他の頂点数の完全グラフももちろんあり得て、まあ、K6 とか、あ、じゃあこれ K5 です。K5 とか、K6 とか、あるわけです。で、K1 っていうのは、こうですね。1頂点でできているグラフで、K1 の場合は、その辺集合が空集合になっているということになるわけです。なるわけです。いいでしょうか。で、これ完全グラフですね。はい。よく出てきます。はい。で、次によく出てくる、次によく、よく出てくるグラフとして次に挙げるものは、道ですね。まあ、パスとか、路とかって言われることもあります。このパスは、まあ、英語で言うと、PATH ですね。このパスですね。まあ、経路とか、まあ、経路って言うこともありますね。あるかな？ないかもしれませんけども。経路を意味する英語です。で、向こうグラフが道であるというのは何かというと、ある自然数 N に対して、G が次のグラフと同型であること、次のグラフ VE と同型であることですね。まあ、この2行は、まあ、ほぼ先ほどの完全グラフの場合と同じですけども、で、V と E が、先ほどの完全グラフの場合と違って、まあ、V は、あ、これ同じですね、先ほどの完全グラフの場合とね。で、1から N っていう、集合で、まあ、N が3の時は1、2、3と。で、まあ、こういう頂点集合がありまして、で、E の方を見てみるとどうなってるかっていうと、ですね、1、2とか、2、3とか、なんかその、隣り合っている数字同士を、辺で結ぶと、ね。最後、N-1N。から、この N が3の場合は、1、2と2、3を結んでおしまいですね。1と3は結ばない。1と3は結ばない。ということです。で、これが、頂点数3の道です。道ですね。頂点数 N の道のことを PN と表記します。だから、これですね、P3。これ同型ですね。
で、もちろん、他の頂点数の1っていうのもあって、まあ、P6 とかですね。P4 とか。で、まあ、P1 っていうのもある。で、よく見てみると、この P1 とか P2 っていうのは先ほど出てきていた完全グラフでもあるわけです。だから、前回の記法を使うと、P1 って、まあ、右上に書いてますけども、P1 っていうのは、K1 と同型ですし、P2 っていうのは、K2 と同型です。だけども、P3 っていうのは、先ほどの K3 と同型ではありません。ちょっと、どこの方かな。この左に書きますけども、P3 は、K3 と同型ではない。いいですか？こういうことになっています。はい。で、道に関しては、いろんな、用語があって、一つずつ、言ってきますけども、PN における実数1の頂点のことを、その PN の端点と言います。だから今、この N が3の場合の図で言ってみると、この1と3っていう頂点、これは実数1です。実数っていうのは、頂点に隣接している頂点の数でしたね。これが端点です。だから一番端の頂点のことを、その道の端点と言います。はい。端点と言います。で、二つ目ですね。PN は実数1の2頂点を結ぶ道と言います。だから、この道は1と3を結ぶ道っていうふうにも言われます。はい、まあ、だからそれ経路のイメージを持ってもらうわけですね。それで結ぶという言い方を使うことがあります。で、次ですね。PN の辺の数は N-1 なんですけども、まあ、それはこれ E を見てみれば分かると思いますがね。その辺の数のことを PN の長さと言います。だから、この道、これは長さが2です。いいですね。ってことになるわけです。ですか。頂点数引く1が長さになります。だから長さっていうのは、まあ、気分で言うと1から3に向かうときに、何歩で、何ステップでいけるかですね。1、2。っていうのがこれが長さになります。いいでしょうか。で、ちょっとですね、余分なことを話すと、今ですね、これ、道。ちょっと、いらないとこ消そうか。これ道。って読むんですよね。でもこれ、皆さんあんま違和感を覚えないかもしれませんけども、数学の用語を、訓読みで読むっていうのは、なかなか珍しいんですね、本来は。で、伝統的な数学ではそういうことほぼ起こりません。ほぼ起こりません。ですが、グラフにおける用語はですね、割とその伝統的な数学から外れることが多くて、この道はですね、訓読みで道と呼ばれるわけですね。こちらの道は大体路と呼ばれることが、その音読みで呼ばれることが多いんですけども、この道は道と呼ばれることが多いです。これがですね、後でだんだん、尾を引いてきたりして、困ったりすることもあるんですけども、だから、なんか、まあ、こういうを言うと怒られるかもしれませんけど、グラフの用語っていうのは、ちょっとですね、翻訳が伝統的な、数学に従ってないところもあって、で先ほどのですね、完全グラフありました。読みますけど、完全グラフ。完全グラフ、これ、英語でコンプリートグラフって言うんですけど、コンプリートっていうのは、今下に書いてますね。コンプリートっていうのは、伝統的な普通の数学だと、これはもう完備と訳すってことが当たり前なんですよ。完備。訳すことが多い。ですが、グラフの世界では、コンプリートグラフが完全グラフと訳されて、その用語が定着していて、今も使われているということになっています。だから、本来は完備グラフと訳したい、私はね、訳したいと言いたい気持ちもあるんですけども、まあ、伝統に従って、ここでも完全グラフと言ってますし、私も普段は完全グラフと言ってます。はい。ってことが、まあ、あって、まあ、前回もですね、入り実数とか出実数っていう、その、ゆとう読みの表現があって、ああいうことも普通の数学ではあんまやんないんですけども、割とですね、グラフの用語ではあります。ので、だからそういうことも含めてですね、グラフの用語を正しく読むってことはなかなか難しいことが多いですね。だから注意してください。だから、そのためにも、用語集っていうのがあると思ってください。用語集見ていただければ、読み方が書いてあります。はい。で、これが道の話でした。で、道に似たものに、平路っていうものがあります。これは、音読みですね、平路。英語ではサイクルと言ったりします。
で、これはどういうものか、どこも、向こうグラフの話をしてますけども、その向こうグラフ G が平行であるというのは、ある自然数 N に対して、G が次のグラフ V と同型であることです。で、ここではまた V は1から N っていう、ものなんですけども、N が3の時には、まあ、1、2、3と、あるとですね。で、変集合の E の方は、先ほど道と、ほぼ同じで、どこ、何が同じ、ほぼ同じで、この1、2から N-1、N まで、ここまで同じなんですね。ここまでは同じです。で、それに N1 っていうのはくっついてる。だから、気分はまず道を作ります。で、道で、この最後と初めの頂点も平面になってる。これです。これが平路です。だから、道を閉じてるですね。この最後のこの辺によって。で、これが平路と。ということになります。で、今書いたのは、頂点数3の平路で、頂点数 L の平路のことを Cn と書きます。これですね。この C3 っていうのがちょうどこの、今書いたグラフと同型になっているということです。で、ちょっと注意しなくちゃいけないのは、このようにグラフを作るためには、N が3以上でないといけません。N が 2のときはですね、平路って言わないです。言わないです。だから N が3以上の場合のときしか、この平路というのは定義されないと。思ってください。はい。で、用語ですけども、CN、辺の数のことを CN の、CN の長さという。ただ、気分としては、まあ、1からスタートして、2、3といって、1に戻ってくるまでのステップ数ですね。まあ、道の場合は、その端点から端点に行くときのステップ数ですけども、平路の場合は、ある頂点からスタートして、ぐるっと回って戻ってくるまでのステップ数が長さになると。まあ、辺の数を数えているということは、道の場合と同じなんですけども、まあそういうイメージを持ってください。これが経路です。で今ですね、道と経路というのを向こうグラフに対して定義したんですけども、同じような定義を有効グラフに対してもすることができます。で、その時に出てくるのが、この有効度と有効経路です。で、ここでこの有効度なんです。これ有効度と読みます。これはですね、ここに読みするんですね。まあ、有効道と読むことはないと思うんですよね。私がいろんなところで聞く限り。有効度だと思います。だから、単独では道は道と音読みするんで、訓読みするんですけども、有効がつくと音読みになってしまうという、このちょっと不整合がまた困るんですけど、これ有効度と読みます。で、これはその有効グラフにおける道のようなものです。で、どういうことかっていうと、でこれですね、有効グラフ G に対して G が有効度であるとは、ある自然数 N に対して G が次の有効グラフと同型であること。ですね。で、頂点集合変わりません。ですね。ですね。だから先ほどみたいに N が3のとき、1、2、3とこ3つ頂点があるわけですけども、じゃあその個ですね、個。有効辺、個はどのように作られるのかっていうと、この丸括弧がついているときには、これは1から2に向かっていると、1が終点、じゃあ1が始点で2が終点であるような個を表していると。こうですね。こういうことだったと。でそれが、その一つ、数字がずれているところ全部あるということですね。だから、この場合、1、2と2、3っていう、こういう個があって、これでおしまいというのが、これが有効度です。ですか？だから、何が、注意しなくちゃいけない点なのかっていうと、これ、向きをミスすれば、これは、先ほどの道と同じような格好をしているんですけども、その向きが、ちゃんとこの一方向に流れているということが重要です。いいですか？今、これ下にあるんですけども、これ有効度。これは頂点数1、2、3、4、5、6の有効度。で、ちゃんとこの矢印の向きがですね、左から右にこう、全部同じ向きに沿っているわけですね。で、一方で、この右の方の図に書かれている有効グラフが、なんか一瞬見た目が有効度であるように思えるんですけど、これはですね、矢印の向きが全部沿ってないわけです。なんかここは、左から右なんですけども、この次のところが右から左になってますから、これ全体としてはやっぱり有効度ではないということになります。いいですか？それは注意をしてください。だからその向きに沿って動けるものだけが有効度だということですね。はい。いいでしょうか。で有効度に対して、また、用語があります。有効度における入り次数0の頂点を始点、出次数0の頂点を終点と呼びますと言ってますね。だから、おう、そうか。そうか。
こう書いたかな、そう書いたかな。ここが、この頂点は、出自数が1で、入り自数0ですから、これ始点ですね。で、右三級頂点は、出自数0ですから、これ終点ですね。で、他に始点と終点ありません。はい。だから、気分はその矢印に沿って、始点から終点までたどり着けるというようなイメージを持ってください。はい。で、2番目、これ、向こうグラフのと同じで、有効度は入り次数0の頂点と出自数0の頂点を結ぶと。始点と終点を結ぶ有効度だというふうに言います。個数 n-1 のことをその有効度の長さと言います。これは向こうの場合と同じですね。いいでしょうか。これが有効グラフの場合に考える3つの概念である有効度です。で、同じことを経路に対しても行います。そうすると有効経路というものができます。はい、有効経路ですね。で、有効サイクルということもあるかもしれません。で、これは定義の仕方は先ほどの有効度の時と同じで、その向きの付け方がこうなっていて、書いてみると N が3の時はやっぱり1、2、3とあって、1、2、2、3というふうに、有効度と同じ作り方をして、最後は、N1 とあるので、これは3から1にこの逆戻りすると、こういう子がつきます。で、それで、これはこのぐるぐる回っているという、こういうイメージを持ってほしいというわけですね。で、これは有効経路です。だから、その、向きが揃ってないのが有効経路じゃないということになります。これが右の例ですね。これはなんか、右から、これは時計回りに回っているように見えますけども、ここに、それと反する子が1個ありますから、あ、1個じゃないです。2個だ。ここにもありますね。2個ありますから、これは有効経路ではないと思います。ちなみにですね、この回り方のことを時計回り。逆向き、こうですね。これ左回りと言います。あ、左回りです。言いたかったことと違う。これ半時計回りです。あ、書けない話になっています。今、それ動揺が、半時計回りですね。その時計の針が回る方向、合ってるかどうかってことですね。で、時計回りのことを別の言い方で右回り。半時計回りのことを左回りということがあります。いいですか。だから、今ここに書かれている有効経路っていうのは、時計回りになっているということですね。まあ、あるいは右回りになっているということですね。いいでしょうか。はい。で、二つ注意がありまして、まず、個の数のことをその長さと呼ぶ。これは先ほどの向こうグラフの平面のときと同じですね。だから、今ここに入った、もともと書いたこの有効平面、これ長さ5です。長さは5ですね。はい。二つ目の注意ですね。頂点数1、2の有効平面もあり得ます。先ほど向こうグラフの場合は頂点数1、頂点数2の平面ってないというふうに言ったんですけども、向こうグラフの場合はあり得て、頂点数1の平面っていうのは、頂点があって、こういうふうになっていますね。これ、頂点数1の有効経路です。ですか。で、頂点数2の有効経路っていうのは、こうですね。こういうものですね。ですか。で、これはあり得るわけですね。いいですか。だから、これは、ちょっと今、汚いので、書き直すとこうですね。はい。で、こういうその頂点数1や2の有効経路っていうのはあり得ますから、それは注意してください。ですね。そうすると、向こうグラフの場合とちょっと違うことが起きますから、その点、注意が必要です。はい。いいでしょうか。あとですね、次に紹介するのは、よく出てくるまたグラフであって、こういうふうになんか、あるグラフと同型であるって感じは書かないんですけども、これも、ある性質を持つグラフのことですね。それ二部グラフなんですけども、これどういう性質かというと、っていうことをまず説明します。ですね。考えるのは向こうグラフです。向こうグラフ VE ですね。で、これが、二部グラフであるとは。二部グラフであると。一応書体を書くと、これバイパータイプですね。バイパータイプグラフって言いますね。言いますけども、これは、どういう性質を持つのかっていうと、頂点集合を二つの集合 AB に分割できて、だから二つの部分に分割します。で、どの辺も、一端点を A に持ち、もう一端点を B に持つ。ですね。で、今ですね、こ
ここの下に書いてあるのは2つグラフがありまして、これどちらも2部グラフです。で、どういうふうに考えるのかというと、次のページいきますけども、こうですね、今ですね、この左のグラフの頂点が、左側黒、右側白っていうふうに今、色塗られ、色でがつけられたんですけども、これはですね、どういうふうに思ってもらうかというと、左側の頂点の集合を A、で右側の頂点の集合を B だと思ってほしいわけです。でそうすると、今は何をやったかというと、この頂点集合 V を2つの集合 A というふうに分けたんですね。分けました。で、この下の条件も成り立つんだということを今確認します。何かというと、どの辺も1端点を A に持ち、もう1端点を B に持ます。例えば、こう1つ辺を持ってきますね、この辺。ちょっと太すぎて分かんないですね。量を変えて、こうかな。この辺を持ってきますね。この辺。ちょっとうまく、この辺持ってください。そうすると、片方の端点は A にあって、もう片方の端点は B にあるわけです。ですか ?1 端点は A に持って、もう1端点 B にいます。ですかで、そのような状況がどの辺を見ても成り立っているわけです。どの辺もそうなっている。ので、この左側のグラフは2部グラフです。いいですかで、同じようなことが、右のグラフにも言えて、これもまたこれ黒と白で書いてますけども、この、黒で書いてあるところが A だと思ってほしいわけです。だから、これうまく書けるかな。だからこの、今丸でつけたところ。これが A であると思ってほしいですね。で、B はこの白い方。こう書くとわかる。これが B であると思ってほしいわけです。いいでしょうか。で、そうすると、ちょっとこれたくさん書いて、そうすると、このどの辺を見ても、その黒い頂点 A の方と、白い頂点 B の方を結ぶようになっているということがわかるので、これやっぱり2部グラフだということになるわけですね。ですか。で、一応じゃ、分割できたってことを、一応その、数学に書いておくと、V という集合が A と B の合併は集合で表されせて、かつ A と B の共通部分は空集合である。ということを、まあ、数学的に意味しています。だから、それが分割っていうんですね。まあ、もしその、数学的な定義が欲しかったら、こういう意味だと思ってください。思ってくださいっていうか、これは定義です。分割の定義です。はい。で、こういうものを二部グラフって言います。で、これもよく出てきます。はい。で、二部グラフの中で、この A と B のですね、間。どこにも辺があるっていうものを完全二部グラフと言ってます。で、それは次に出てきます。完全二部グラフというのはですね、その、先ほどの二部グラフと似てるんですけども、その頂点集合を二つの集合、A と B に分割できて、任意の A の頂点 U と B の頂点 V が辺で結ばれ、それ以外に辺がないものですね。だから先ほどの言い方で言うと、この A の方と B の方があるわけですけども、その間のところはどこにも辺がある。で、A 同士とか B 同士は辺で結ばれてない。っていうようなグラフのことを完全二部グラフと言います。で、ここに、記号があって、A の頂点数が M で、B の頂点数が L のときに対応する完全二部グラフを KMN と表記すると。今、この縦棒ですね。これは A の要素数でしたね。これ前回言ってるので、また思い出してください。A の要素数が M で、B の要素数が L のときには、その完全二部グラフのことを KMN と書きます。はい、いいでしょうか。だから、ここですね。この、漢字にはこれは A の方に5頂点あって、B の方に3頂点ありますが、これは K53 というふうに言えます。真ん中のグラフ。これはどこが A で、どこが B と見なせばよいのかっていうと、わかりますかね。この、外側ですね。この2つ。この二つが A で、真ん中の三つが B だと思ってください。ですか？で、そうすると、A の頂点と B の頂点の間は、すべてのところ、場所に辺があるとなってますね。いいですか？で、A の頂点数2で、B の頂点数3ですから、これ K23 になるということになります。いいですか？はい。で、右のグラフ。これも完全にグラフで、これは、K15 ですね。で、何がどうなってるかっていうと、真ん中の頂点。これを今 A だと思います。で、外側の5つの頂点の集合。これ B だと思います。
そうすると A のすべての頂点と B のすべての頂点が偏点に結ばれていて、それ以外に辺がありませんから、これ完全に分断です。A の頂点数は1で B の頂点数は5ですから、これは K15 とかけるということになります。これはですね、あ、いいですか、ここまで。で、このですね、まあ、これ、ここで、まあ、口で言っちゃっていいと思うんですけども、この K1N のことを、星っていうふうに言うことがあります。星、スターです。まあ、この見た感じ、星みたいですよね。星みたいなので、K1L のことをスターと、いうことがあります。はい。で、今ですね、例えば、この右のグラフ。これは、左側が A で、右の方がこれ B だっていうふうに書いたんですけども、まあ、そうじゃなくて、例えば、まあ、これ、右の方が A で、左の方が B だっていうふうに、まあ、見なすこともできるわけですよね。で、そうすると、あれ、このグラフっていうのは K53 ではなくて、K35 なのではないかっていうふうに、思うかもしれませんね。うん。まあ、だから実はこれは、K53 でもあり、K35 でもあるわけです。もう少しちゃんと言うと、K53 っていうグラフと、K35 っていうグラフは、同型なんです。ですか？同型なんですね。だから同じ形をして、だからこの、左右をこうひっくり返しただけっていう関係で、まあ対象になっているというか、その同じ繋ぎ変わり方をしているグラフなわけですよね。まあ、一般に、一般が書けない。ちょっと申し訳ございません。一般に、一般に、KMN と KNM は同型です。本当かな？言っといてなんかだんだん不安になってきますけども、正しいはずですね。KNM と KMN は、M と N の聞き取りが難しいかもしれませんし、私の喋ってる言葉がちゃんと皆さんに届いてるかどうかもわかんないんですが、まあ、書いてましたね。KMN と KNM は同型です。だから、まあ、どちらで書いても、同じものを合わせると思ってください。はい。で、この部分の最後として、正則グラフっていうのを紹介します。自然数 D、ここでは、0も一応、自然数に含めることとして、自然数 D に対して、D 正則グラフと言ったら、それは全ての頂点の次数が D である向こうグラフです。もちろん、次数の復習をすると、その頂点の次数っていうのは、その頂点に隣接する頂点の数のことです。ですか？だから例えば、この左のグラフ、これは、正則グラフで、これは、三正則グラフです。これは三正則です。なんでかっていうと、すべての頂点の次数が3だからです。ですから、例えば、この頂点を見ると、1、2、3って3つの頂点と連接してますね。いいですか？うん。はい。そういう感じになってます。で、一応、下に注意があって、ある D に対して D 正則グラフであれば、それを正則グラフと単に言うことがあります。さっきちょっと口が滑って言ってましたけども、これだから、どれも正則グラフです。ちなみに、右のグラフ、これも三正則グラフですね。で、真ん中のグラフが、これは、六正則グラフですね。で、これは、これ K7 ですね。これは、完全グラフで頂点数が7のものです。で、完全グラフっていうのは必ず正則グラフになります。どの頂点を見ても、この同じようなつながり方、そのすべての、他のすべての頂点に、隣接しているわけですから、なんか何を言いたいかというと、KN は N-1 正則グラフです。N-1 っていうのは、その一つの頂点を見たときに、他の頂点の数が N-1 ということですね。だから N-1 正則グラフになります。必ず。はい。だから、その例として挙げているのは、K7 は6正則グラフです。ということです。ですね。この頂点に対して、1、2、3、4、5、6と。6個の隣接頂点があると。ということですね。はい。で、二つ目の注意。3正則グラフのことを立方グラフと呼ぶことがあります。が、これは後で出てくる立方体グラフっていうのがあって、それと紛らわしいので、やめた方が良いと思います。だから立方グラフとですね、グラフ理論の専門家とかですね、まあ、グラフ理論の本にですね、書いてあったときに、それは、後から言う、
立方体グラフを指しているのか、ここで言う三接続グラフを指しているのかって、ちゃんと吟味してください。だから、もしかしたら書いてる人も勘違いしてる可能性ありますから、書いておくと、立方体グラフと紛らわしいです。で、立方体グラフっていうのは、立方グラフと全く違う概念です。紛らわしいが、こうだ、私、送り流してます。自信ないんで、自信がない場合は、調べてありますね。紛らわしい。ので、やめた方が良いと思います。はい。で、これが生息グラフです。いいでしょうか。ですね、なんでこの右の例を出したかっていうと、このなんか左の例とか真ん中の例を出すと、なんかこの生息グラフっていうのはすごくなんか対称性が高いというか、なんか綺麗な形してるようなグラフなのかなっていうふうな印象を持つかもしれないんですけども、まあこの右のグラフのようにですね、そんなになんか対称性がないというか、まあ対称性を測る道具っていうのは実はグラフにはあるんですけども、まあそれによるとこのグラフっていうのは対称性が全然ないというグラフになってまして、だからそういうその、なんか対称性のある綺麗なグラフのようなものとは限らないってことを、まあ、この右のグラフでちょっと直感として与えたかったかなというふうに思うんですけど、だから例えばなんかこれ、周りがですね、正七角形かな。この正七角形になってるんですけども、これその、ぐるぐる回しても同じ形にはなりません。360度回さない限り同じ形になりません。で、他のなんかどのような付け替えしても、同じ形になりません。っていう感じなんですね、このグラフ。だからその対称性が低くても生息グラフになり得るということをちょっと言いたかったです。はい。ではですね、今代表的なグラフをいくつか紹介してきたんですけども、次に出るのはですね、一つグラフがあったり、まあ二つグラフがあるところから新しいグラフを作るっていう手法が実はいくつかあるんですけども、そのうち有名なものを二つ紹介します。一つはですね、グラフの弧を作るという操作です。弧グラフっていうのを作るんですけど、それ何かというとですね、ここで考えるのは向こうグラフだけです。向こうグラフ。向こうグラフ G イコール VE っていうのがあったら、その弧グラフっていうのがあるんですけど、それは何かというと、次で定義される向こうグラフ G バーのことです。で、G バーと書いたときに、この G バーの頂点集合ですね。この頂点集合。この頂点集合は今考えているグラフの頂点と同じです。だから同じ頂点集合のグラフの上、同じ頂点集合の上に弧グラフっていうのを作ります。だから、この、こっち側ですね。編集合だけ変わるということになります。で編集合何かと。ここに書いてあって、何かというと、UV というものを集めてくるんだけども、その条件は何かというと、UV はまず頂点であって、UV は元のグラフの辺ではない。ですか。だから辺ではないところを全部辺にしたグラフが元のグラフの G の弧グラフです。で、その例が下に書いてあります。元のグラフ G が左に書いてあります。で、それの辺じゃないところを辺にしたのが G の弧グラフです。G の弧グラフ。ですか。例えば、左のグラフにおいては、2と3の間、辺があるんだけども、右のグラフのところでは2、3の間ないと。ですね。ですか。で、左のグラフでは、1と6の間辺がないんだけども、その時に、対応して、弧グラフの方では1と6の間辺があるということですね。いいですか。このようにして作られるのは弧グラフです。弧グラフです。いいでしょうか。いろんな問題をですね、弧グラフを考えると、考えやすくなったり、簡単になったりということがあるので、まあ、それ、皆さんも今後何か考えるときに役立つかもしれない、ということになります。で、もう一つ、代表的なグラフの構成法っていうのがあって、それはですね、直積と呼ばれるものです。で、これはですね、よく出てくるんだけども、説明が難しいので、ちゃんと今からやります。そうですね、グラフの直積。今ですね、二つグラフがあるとします。G1 と G2。で、G1 の頂点集合は V1 で、編集合が E1。G2 の方が頂点集合が V2 で、編集合は E2 だとします。で、この時に G1 と G2 の直積というのを定義します。で、記号をまず言うと、これはですね、G1 四角 G2 と書きます。まあ、G1 四角 G2 というふうに読むかどうか別にして、まあ、この記号はそのまま G1 と G2 の直積と呼んできますが、まあ、G1 四角 G2 と括弧にします。
で、その頂点集合 V、円周号を E として、その V と E は次のように定義されます。ですか？まず、V、頂点集合は、V1 と V2 の直積です。これは集合としての直積です。ですか？集合 V1、V2 の直積。だからちょっと、ここでいろいろとややこしいことがあるわけですけども、今、グラフの直積は、四角っていう、記号で表すということにしてますけども、集合の直積はもともとこの掛け算の記号で表すことになってたので、それはそのまま使います。いいですか？だから、グラフの直積は四角で書くんだけども、普通の集合の直積はこのバッテンなので、それは注意してください。で、集合の直積を四角で書くってことはしません。しません。なので注意してください。はで、直積って何だったかってことを思い出すと、これは集合で、あれですね。二個組の集合ですね。V1、V2 ってのを全部集めるんですけども、V1 が V1 の要素で、V2 が V2 の要素。なんか口で V1、V2 って言ってると、大阪の、スモール V1、スモール V2 っていう組ですね。二個組。二個組とか対ですね。二個組とか対とかって言ってます。の集合で V1、スモール V1 はラージ V1 の要素で、スモール V2 はラージ V2 の要素があるのを全部集めたんですね。ですか？で、これが、頂点集合です。で、円集合は読めないですね。これは、ちょっと次のページでちゃんと説明したいんですけど、まずは、ちょっと下の例を見てもらって、考えると。ですね、これは、G1 っていうのと G2 っていうのが、この左と右に書いて、下に書いてあって、その直積が真ん中にこの黒く書いてあると思ってください。で、頂点集合は今、どうなってるかっていうと、V1 ですね。G1 の頂点集合、V1 は1、2、3、4のあれです。ですか？で、頂点集合、V2 ですね。G2 の方の頂点集合は何かっていうと、これ5、6、7です。567ですね。で、そうすると、この G1 と G2 の直積の頂点集合は V1×V2 っていう直積なんですけども、これは今の書き方すると、15とか16、かけるからね、17とかですね、こういうのですね。25、26、27って、こういうの、こう、全部集めてきた。もうですね、最終、終了4なこういう集合ですね。だから今この黒い点に書いてあるものは、これはその、この V1×V2 の要素のどれかになっています。で、例えばですね、ここですね、これ。これはですね、今これ46っていうのを表していて、まあ気分としては、この4のところと6のところに交わってるから46っていう気分で書いてます。ですかね。だから、その気分で言うと、この左上の頂点。これは1号ですね。1号。だから1のところと5のところになってます。ですか。で、こんな感じで、この場合は、下に12個、12個の頂点をこの直積というグラフが持つということになります。で、辺はどこにつくのかっていうと、これが今、下の条件に書いてあるんですけども、それ次のページで詳しく見ていきます。今ですね、この頂点の名前をちゃんとここでは書くようにしました。ちょっと、先ほどの小さな図では書く、スペースなかったので、ちょっと大きく広げて、ここではその頂点の長さのところに書いてます。で、上に書いてあるのは、そのどこが辺になるかってことの必要十分条件ですね。だから、U1、U2、V1、V2 が辺である必要十分条件は、この上の方の条件、または下の方の条件が成り立つことですというふうに書いてあります。で、どこでそれが成り立つかということをまず確認しましょうということになります。じゃあですね、まずこの、上の条件によって、この直積の辺として出てくるのはどこかっていうと、それはですね、今この赤いところでつけたものになります。で、これどこかというと、まずですね、この上の条件を見ると、まずですね、この、UN と VN は等しいって言ってますね。UN と VN っていうのは、ここですね、この頂点の第二座標です。頂点の第二座標が等しいところをまず見てみましょう。そうすると、例えばですね、この左側ですね、この部分、これは第二座標が5であるところ。がここにも今集まっています。この5から来ますね。が集まっています。で、その中に限ってみると、どこに辺があるかという
と、U1 と V1 が E1 の要素であると。つまり、この第1座標の方ですね。この第1座標の方が、だけ見ると、それは G1 の辺である。ってことが、この状況ですね。U1 と V1 が E1 の要素であると。それは、ちょうどこの赤い辺で、あ、この赤い色で示しているところ、太く示しているところに対応するわけです。ですか？例えば、第1座標が1、3となっている、この1号という頂点と3号という頂点は、もともと1と3というのは G1 において辺を成してますから、この直積においても1号と3号は辺で結ばれているということになります。で、同じことが、第2座標が6のところ、第3座標は、あ、第2座標が7のところ、でも言えるわけです。で、それによって、この上の条件が導き出す辺というのは決まります。それが今赤く塗ったところになるわけです。で、残りの部分がこの下の条件から得られる辺になっていて、それはまあ同じような仕組みになっているわけです。今これ青く塗ってますけども、ここはどういう条件かっていうと、まず U1 と V1 が等しいという条件があります。で、これはその第1座標が等しいということを言ってるわけです。で、例えば第1座標が2のところ。ここですね。ここ2かなってますね。を見てみると、その間でどこに辺がつけられるのかっていうことが決められるんですけども、それが2つ目のここに書いてある。U2、V2 が E2 の要素であるということから決まるわけです。で、これは第2座標ですね。第2座標を見て、U2、V2 っていう第2座標を見ると、そこに限ると、G2 の方で辺になっている。だから今ですね、第2座標の25の5というところと、26の6っていうところを見ると、その元々の G2 の方では5と6ってのは辺で結ばれてますから、25と26は辺で結ばれると。いいですか？っていう感じで、この青い方の辺が作られるということになります。で、全体として、この極積というグラフが作られるということになります。いいでしょうか？難しいかもしれません。いいでしょうか？まあ、これはですね、ちゃんと定義を冷静に眺めればわかることなんですけども、まあ、こういうちゃんと定義をですね、ちゃんと読み解けるっていうのは重要な数学的能力なので、ちゃんとできるようになってください。でですね、今からやるのはですね、じゃあ、このグラフの蓄積っていうのはどういう性質を持つのかってことをちょっと紹介したいんですけども、まあ、たくさん紹介してると時間がなくなっちゃうので、一つだけ紹介をします。それはこれですね、蓄積における実数です。何かというと、G1 と G2 という先ほどと同じような設定の向こうグラフがあるとします。で、この時に、G1 の頂点2になるもの V1 と G2 の頂点の2になるもの V2 に対して次が何か立ちますと書いてありますね。それはこれです。何でしょう。これイコールって言ってますから、何かと何か等しいって言ってるんですけども、まずですね、ここ先見ましょうね。これは何かというと、V1、V2 という頂点の G1 と G2 の直積における実数です。これ、レグってのは実数を指す記号でした。いいですね。これは、V1 という頂点の G1 における実数と、V2 の G2 における実数の和です。足し算の結果です。で、それに等しい。ということを言ってるということですね。ちょっと、例でどんな感じか確かめてみましょう。今ですね、この頂点は、これは、46という頂点なんですけども、そうすると、で、今じゃこの46という頂点の、この直積における実数見てみましょう。G1 四角 G2 の、46という頂点の実数見てみると、これがどうなってるかっていうと、この頂点に、隣接する頂点は1個、2個、3、5、4、5、5個。ありますか？これ5ですね。いいですか？じゃあ、この4と6の第1座標と第2座標を別々に見ましょう。で、第1座標4です。4、ここですね。G1 になりました。4。あります。じゃあ、4の実数は何でしょうかと、4の G1 における実数は何でしょうかと、これは3です。いいですか？じゃあ、この、じゃあ、4、6の第2座標を見ると、これ6ですから、この6っていう頂点を G2 で見てみましょう。そうすると、6の G2 における実数、これは2ですね。いいですか？そうすると、確かに、上の式で言うと、左辺がこの場合5になってて、右辺は3プラス2ですね。で、あ、成り立ってる。この例の場合、成り立ってる。よくわかりますね。
もちろんこれは証明じゃないんですけども、ちゃんと、まずこの例で、どういうことを意味するのかと確認しました。いいですか？今からこれを証明していきたいんですね。で、証明するとなると、ちょっと、ちゃんと考えなくちゃいけないわけです。そうだな。ここでその証明事実って言ってきたいんですけども、なんかこういう例を見ると、こういうものは明らかだとかって言いたくなるんですよね。全然明らかない。明らかとか言いたくなるかもしれませんけども、明らかだというふうな証明をするのは、二つの意味で好ましくありません。一つ目言います。一つ目ですね。明らかだと言ってるのは、何も説明していないからです。証明っていうのはですね、コミュニケーションなんですよね。その証明を書いている人が証明を読む人に対して、ここで言ってる性質というのが正しいってことを納得させるための手段っていうのが証明です。だからそれを明らかだと言ってることは、その証明を書いている人は証明を読んでる人に対して何も説明していないことのと等しいです。で、それは証明書いていることにはなりませんし、何も説明していませんし、コミュニケーションを取ろうという気も持ってないことになります。だからそういうものは証明と呼べませんし、そういうものを推奨したくないです。だから明らかだというふうに言わないでください。それが一つ目の理由です。で、一つ目の理由の中で、なんか二つ目の理由ほども言ってしまった気がするんですけども、だから、説明する気になってないっていうのが、一つなんですけども、もう一つは何かというとですね、明らかだっていうことを読み手は証明できないからです。明らかだというふうに書かれたら、我々どうしないといけないかっていうと、これが正しいこと以外に、これが明らかだってことも証明する必要があるんですよ。読み手は。で、そんなことできないんですね。なんでかというと、明らかだっていうのは、これ主観的な感想だからです。ここに書かれているのは、ここに書いている性質っていうのは客観的に正しいか正しくないかってことは判断できるんですけども、明らかかどうかってことは我々判断できないんですよ。だから、例えばですね、その皆さんのなんかその、そのなんかまあ、数学的なもの、なんかまあ、レポートとか試験とかがあったときに、証明をするべきところで明らかだと書くとしますね。で、採点する側の人がいます。で、採点する側の人は、これがなんか明らかだと言われても、明らかであることを確認できないんですよ。どのように明らかだというふうに考えたのかってことは分かんない。その書いた人がどのように明らかだと考えたか分からないから。だから、明らかだというふうに書くことはいかなる意味でもよろしくありません。ので、ぜひやめてください。明らかだったとか、本当にダメな、書き方、自明とかって書く人もいるんですけども、自明なんてこと世の中にありません。大体。言わずもがなとか。言わずもがなだったら言ってください。だから、その時点で説明する気ないので、書き手はね、説明する気ないので、そういうのはよろしくないです。本当にやめてください。パッと、やめてくださいというふうに、ここはちょっと、それは強く、お伝えしておいて、今からこの性質の証明をします。だからこれはその、まあ、皆さんにとって明らかかもしれませんし、私も初めこれから考えたときは明らかかなっていうふうな気もしたんだけど、ちゃんとこの書くっていうのは重要なことなんですね。で、書くっていうのは何かっていうと、証明っていうのは定義に基づいて考えるっていうことが重要なわけです。でそうすると、この、今、まあ、この、まあ、この、待った。これは。そうですね。これを、どうすればいいんだよ。消しちゃおう。ですね。この左辺ですね。この左辺に、この、ちゃんとこの、直積の定義が出てきているので、その定義をちゃんと使って考えるということをしないといけないわけです。で、それをやっていきます。ですか。で、これ、ありますね。G1 と G の直積の2つの頂点、V1、V2 と U1、U2。っていうのが、隣接するための必要十分条件っていうのは定義の中にありました。それが二つの条件のうちの一つを出すことでした。ですから、これはその定義に書いてあることにそのまま書いてます。ですか？で、下にここに書いてありますけども、この条件、この二条件が同時に成り立つことはないので、条件1を満たす、条件1と条件2を満たす U1、U2 の総数を計算して出せば、この実数が得られるということになります。今ですね、この V1、V2 っていう、V1、V2 っていう頂点の実数を今知りたいんですね。知りたい。
っていうのが先ほどの、この性質の左辺でした。ですか。そうすると、じゃあこの U1、この V1、V2 に隣接している U1、U2 っていうのはどういうものなんだろうと考えるわけです。そうすると、この U1、U2 と V1、V2 の間には、この2つの条件のうちのどちらかが成り立ってなくてはいけない。私は別々に考えるんだけども、ここにまず書いた重要なことは何かっていうと、この二つの条件が同時に成り立つことはありません。書いてあります。だから、この二つの条件が成り立つ場合を単純に足せばよいんだけども、なぜ同時に成り立つことはないんでしょうかってことを考える必要があります。なぜか、ね。わかりますか、ね、なぜ同時に成り立つことはないのか。でこれはちょっと考えなくちゃいけないんですけど、例えば、一番が成り立つとしましょうか。そうすると、V1 っていうのは、辺なので、G1 の辺なので、U1 と V1 は必ず異なります。いいですか？いいですか？辺ですから、辺で結ばれている二焦点っていうのは必ず異なるわけですね。二方グラフの場合は。よって、U1 イコール V1。となることはなく、には成り立たないと。いいですか。だから1が成り立っているとしたら2は成り立たないわけです。同じように2が成り立っているとすると1は成り立たないということがわかります。だから同時に成り立つことはないです。いいですか。だから何をするかというと、1を満たすような、U1、U2、はいくつありますかってことと、2を満たすような U1、U2 はいくつありますかってことを別々に数えます。それを今からやります。いいですか？おっと、なぜか、真っ白くなったってことはちょっと困るんですけども、ちょっと待ってください。なんで真っ白くなったのかって言われると、こう、あ、なんで真っ白くなるんだろうな。僕はよくたまにあるんですよね。ちょっと待ってくださいね。一旦、ちょっと一旦録画切りますね。すいません。一旦録画を切って、ちょっと設定をし直します。はい、すいません。ちょっと今、出なかったページから再開しています。はい。で、何をするかというと、二条件のうちの一つ目の条件ですね。これを満たすような U2、U1、U2 の総数を計算します。つまり、やりたいのは、この集合ですね。この集合の要素数を見たいと。何かというと、U1、V1 が G1 の辺で U2 と V2。等しいような U1、U2 っていうのがいくつありますか。だからそういう集合の要素数を求めたいということですね。そうすると、この条件っていうのは、前の方の条件が U1 に関する条件で、後ろの方が U2 に関する条件ですね。これ完全に分かれてますから、この順序対に関する、順序対の、個数っていうのは、この U1の中で、U1、V1 が辺であるようなものの個数、かける U2 イコール V2 となるような U2 の個数の、となると、この掛け算になるということになります。いいですか？これはその直積の定義からわかります。そうすると、じゃあまず後ろの方からやるんですけども、U2 イコール V2 になるような U2 っていうのは V2 しかありません。から、そのような U2 の個数というのは1になります。ですか？で、一方で後ろの方ですね。U1 と V1 が辺となるような U1 の数っていうのは、これは、実数そのものですね。V1 の。G1 における実数そのものです。なので、これは V1 の G1 における実数になります。となります。これ下の例で言うと、これ今4、6。ってことでしたけども、6の方が、同じで、1つ目の座標の方が、この条件を満たすということになるので、ここで数えているのは、この3つの、頂点の数となりますね。例えば、その上の方がこれは、26になっちゃうんですね。そういう感じです。はい。で、もう一つの条件の方はこっちですけども、これは、だから、先に書いてます。これ4、6に対しては、初めの座標が同じところなので、はじめの座標だから4です。4が同じところなので、4が同じ、こことここですね。こことここ
ここは今、4号です。4号で、こっちが47と。この2つを数えようとしているという感じになります。で、やってることは先ほどと同じで、結論は、V2 の人員における実数になります。で、先ほど出てきたのが、V1 における人員の実数で、今出てきたのが、V2 の人員における実数なので、それを足して、職責における実数が得られるということで、証明が終わります。よろしいでしょうか。もしわかんなかったらですね、この部分、ここがわかんないか、コメントに書いてください。あ、全体的にわかんないっていう質問もしかもあるかもしれません。だから全体的にわかんないって質問させると、これを多分、説明を私が、繰り返すだけになるので、この部分がわかんないとかっていうふうな、ピンポイントで言ってもらえると、もう少しなんか、質の良い回答ができると思うので、ぜひ、心がけてみてください。はい。それではですね。で、今は、職責の性質を述べたんですけども、職責を使って、また重要なグラフを提起します。で、それがですね、この超立方体グラフとか立方体グラフと呼ばれているものです。先ほどの立方グラフと、紛らわせですね。立方グラフと混同しない。というのが重要で、立方グラフって先ほど三性色グラフの別名でしたっていうふうに言ったんですけども、立方体グラフっていうのは立方グラフと全然違うものなので、注意してください。で、立方体グラフは何なのか。D という自然数があって、D 次元立方体グラフっていうのを言い方をします。で、D 次元立方体グラフっていうのは、次のように機能的に定義されるグラフ、QD と同型なグラフです。だから、大体その QD という文字を使って、記号を使って、この D 次元立方体グラフっていうのを表すことになってきます。で、D が1の場合、まずこれ機能的に定義されるんで、まず D が1の場合を定義ですね。で、D が1の場合っていうのは、Q1 っていうのは P2、頂点数2の1になります。これですね。これが Q1 です。で、D が1の大きい場合っていうのは、QD っていうのは、QD-1 っていう D が1つ小さいところの立方体グラフと P2 の直積になります。で、そこで作られるのは、例えば Q2 とか Q3 とか Q4、こんな感じで作られます。Q2 っていうのは、つまり、この書き方を言うと、Q2 っていうのは、Q1 の同じです。ですか？わかりますかね？で、Q3 っていうのは、Q2 と Q1 の内積で、まあ、これは、Q1 と Q1 の内積、じゃないですかね、直積、内積って言っても全部直積になってください。直積に対して、まあ、もう一度、直積を取ると。だから、この直積を取っている回数、Q1 に対して、直積を取っている回数が、この次元ですね。次元の D という数値になっていると思います。ですか。で、Q4 とか Q5 とか Q100 とか、同じように定義できます。いいでしょうか。これ、授業内演習問題の、一つのテーマになっていますので、ぜひ、ちゃんと理解して、その演習問題を取り組んでみてください。はい。でですね、部分グラフって話を今からしていきます。で、部分グラフっていうのを今後よく出てくるような概念になります。はい。まずですね、先ほど同じような感じで2つの5グラフがあったとします。で、G1 が G2 の部分グラフであるとは何かというと、次を満たすことです。V1 が V2 の部分集合であり、E1 が E2 の部分集合であることです。部分集合であるって何なんだったかってことの定義を思い出すと、何だったかっていうと、V が V1 の要素であるとき、V が V2 の要素である。これが、部分集合であるっていう、ことの定義ですね。ですか。だから、例えば、今この下の場合ですね。これ G1 と G2 ってのがあります。この場合は G1 は G2 の、G2 の部分グラフです。で、実際に、
この人事に書かれている1356っていう頂点は、西銀の頂点であると。ですか？あ、この上の条件をまず満たしています。で、下の条件も満たしている。1号っていう辺があったら G1 に1号って辺があったらそれは G2 もある。G1 に3号って辺があったらそれは G2 もある。G1 に56という辺があったらそれは G2 もある。ということですね。だから、直感的に言うと、この G2 の中に G1 が見つかる。ってことですね。直感的に言うと。直感的に言うと。ってことになります。有効グラフの部分グラフも同じように定義します。同じように、この同じ関係を使って定義をします。はい。で、今からやっていくのは、部分グラフとして、その、グラフの中に道とか経路が何個あるかとか、どういう道とかどういう経路があるかってことを考えていきたいってことをするんですけども、そのですね、道を表すために、もう書いてありますね。道を表すときに、頂点を順に並べることで表現することがあります。例えばですね、今このグラフ、これ今 G ですけども、ここには、1と4を端点として、1から6、5、3、4と順番にたどることで作られる道というのがあります。ので、それは、この1、6、5、3、4っていうふうに、この頂点を並べることで、このグラフの中に部分グラフとして現れている道、まあ、その部分グラフとして現れているもののことをその含まれるっていうふうに簡単に言うことがあるんですが、そういうふうに、16534というような頂点を順に並べることで表現することもあります。で、この方が、まあ、その書き方が簡単なので、こういうふうにしろってこともあるんですけども、そういう書き方にちょっと注意をしてください。で、経路の場合、今、2345で256という経路があったら、これも2345という、その頂点を順に並べて表すことがあります。ので、注意してください。で、今後ですね、下に定義って言いますけども、U から V へ至る道っていうふうに言うことがあると思います。その U と V を端点とする道のことを U から V へ至る道というふうに言うことがあります。例えば、上の16534という道は1から4へ至る道。1と4を端点とする道のことを1から4へ至る道というふうに言います。はい。いいでしょうか。で、これを使うとですね、グラフの連結性、っていう概念を定義できます。で、これがですね、次回重要な役割を果たします。今からは、向こうグラフだけ考えていきます。向こうグラフ G が連結であるとは、任意の2頂点 UV に対して U から V へ至る道が存在することですね。で、連結でないグラフは非連結と呼ばれます。非連結ですね。非です。まずですね、この左のグラフ。これは非連結グラフです。非連結グラフ。例えば、E と C を持ってきたら、E から C へ至る道が存在しません。まあ、これ動画を作れないですね。まあ、見た目からわかると思いますけども、作れません。まあ、これ非連結グラフです。で、一方で、右の方ですね。右の方はこれ連結グラフで、どの2頂点を見ても、その一方から他方へ至る道が存在します。例えば今、その E と C っていうのを見込めたら、E、D、C っていうのは道があるわけですね。いいですか？これがどの2頂点に対しても成り立ってる。じゃあちょっと、好きな2頂点を今、あげてくださいっていうふうに皆さんに問いかけても、これオンデマンドだからできませんけども、じゃあ D と J とやると、そうすると B、D、E、F、J ですね。この辺 B、D、E、F、J ってこういうその頂点の並びが取れるとですね。で、これが道になっているというわけです。で、ゾロ2頂点に対しても置くことができますので、右側のグラフというのは連結グラフですということになります。で、グラフが連結であるという言葉を使うんですけども、連結しているとは言わないので、注意をしてください。まあ、連結しているという言い方もするかもしれないですけども、なんかあんまり聞かないので、まあ、皆さんしない方が良いと思います。連結である。連結であるか、連結でないか。はい。ということですね。で、じゃあ、その、全体として、非連結であっても、その、そういうグラフはですね、
連結が部分を組み合わせて作られているということになります。で、その一つ一つの部分のことを、そのグラフの連結成分というふうに言います。これはその極大連結部分グラフといって、まあ、極大って何なんだとか、そういうちょっとちゃんと定義してないのがいろいろあるんですけども、まあ、気分でここはお伝えしてるんですけども、この塊ですね。これがこのグラフの連結成分です。が、なんだろうな。連結である一番大きな塊だと思います。一番大きなっていうのは、その、極大っていうんですけども。で、極大っていうことをちゃんと言おうとすると、半順序集合とか半順序を定義する必要があって、それをやっていくとですね、ちょっと大変なんですし、あんまり本質的ではないので、まあ、このぐらいの、直感的な言い方で、ここはお茶を濁しているというか、だから、間違ったことは言ってないんですけども、皆さんへの説明としては、ちょっと、端折ってます。で、この場合はですね、ここの ABCD の部分が一つの連結成分、EF の部分が一つの連結成分、G の部分が一つの連結成分、HIJK の部分が一つの連結成分で、連結成分の4つ存在するということになります。ちなみにですね、先ほどの連結なグラフ、この場合は、連結成分が一つだけ、連結成分の数が一つ。だから連結グラフっていうのは、連結成分の数が1のグラフ、1であるようなグラフというふうに言い換えることもできます。書こうかな。連結グラフ。ちょっと書き方が悪いか。G が連結であるっていうのは、G の連結成分の数が、1であるということと同じです。はい。同値です。はい。でですね、孤立点っていう言葉もあるんですね。孤立点っていうのは次数0の頂点のことです。だからこの場合はですね、ここですね。G、次数0、隣接する頂点がないような頂点のことを孤立点って言います。孤立点は、その孤立点一つだけで、連結成分を作っています。いいでしょうか。はい。でですね、今後、その切断片とか切断点っていう言葉が、今後っていうか、次回出てくるんですけども、ここで、その連結性と、の話と、近い話なので、ここで定義していて、来週の時にはそれは復習として出てきますけども、切断片ですね。辺を考えます。向こうグラフの。で、その辺 E が G の切断片であるとはという定義なんです。もうそれは G から E を除去したグラフ、G-E に対して次が成り立つことって書いてますね。で、それは何かというと、G-E の連結成分の数と G の連結成分の数を比べたら、G-E の連結成分の数の方が大きいことです。で、G-E っていうこの除去したグラフってことをちゃんと定義してませんけども、ちょっとこれは下の例で、定義します。今ですね、この右、左のようなグラフ、これは今、G だとします。G だとします。で、ここから D と E を結ぶ辺を除去するというのは、ただ単にこの G と E を結ぶ辺をなくすことだと思ってください。これがその G-E、G-E 辺という定義だと思ってください。そうすると、今ですね、右の G においては、これ連結成分の数が1なんですね。連結成分の数。これ1です。で、一方で、右の方は、この取り除いた後は連結成分の数が、ちょっと書けないかな。書けなさそうなんです。すいません。連結成分の数は、これ2になっています。だから、上の式で言うと、G-E の連結成分のこれが2で、右辺が1なので、確かに、大きくなっていると。だから、この DE という辺は G の切断点ですというふうに言います。いいでしょうか。そうすると、今ですね、この G っていうグラフは、この DE という辺が切断点だったんですけど、他にも切断点があります。ちょっと考えてみてください。
考えてみてくださいと言って、他には何もない。はい。で、似た概念に切断点というのがあります。切断点。で、今度は、頂点を考えて、頂点が G の切断点であるとは何なのかと言います。それは、その頂点を除去したグラフに対して次が何かそうです。で、その頂点を除去したグラフの連結成分の数と、その前の元のグラフの連結成分の数を比べると、なんとこの不等号から除去することによって連結成分の数が増えることってことを意味します。で、ここに書いてあります。その頂点を除去するっていうのは、その頂点とその頂点に接続する辺を全て除去することを言います。今ですね、このグラフ、これ G としますと、この H っていうのを除去するというのは、H という頂点とそれに接続している辺を全部除去するということを意味しています。ですか？で、そうすると、連結成分の数をこの場合比べると、左のグラフは1。で、右のグラフはこれ2になってますから、やっぱり、こうですね。取り除いた後は、連結成分の数が2で、取り除く前は連結成分の数が1だったので、この取り除いた頂点 H というのは G の切断点です、ということになります。すいません。いいですか？はい。で、そうすると、今の H が、この G の切断点だというふうに言ったんですけども、このグラフには他にも切断点があります。考えてみてください。はい。ではですね、最後のトピックで、今日の目標の二つ目だった最大性論法による証明というのを紹介します。でこれは、グラフの中の部分グラフとして現れる道に関する性質を一つ証明することで紹介します。で、それはこれになります。向こうグラフ、G イコール VE があって、自然数 K ですね。1以上の自然数があったとします。で、その時に、ここに書いてある性質が必ず成り立ちます。だからこれ必ず成り立つと言ってね、これやっぱり法則なわけですね。グラフに対する。で、何か、デルタ G。これ、忘れてると思います。これは、G の最小次数ですね。G の頂点の次数の最小値です。最小次数が K 以上であるならば、G は PK プラス1を含む。PK プラス1って何だかっていうと、これは頂点数 K プラス1の道です。ですか？これを証明していきます。だから、最小次数が大きかったら、まあ、その最小次数に従って、必ず、その長い道、最小次数プラス1ぐらいの長さの道は、ぐらいだね。最小次数プラス1の長さの道は、必ずこのグラフに存在するということが言えるということです。実際例で見てみましょう。これ、K が4の場合の例ですね。まず、このグラフ見ます。で、このグラフにおいては、最小次数いくつでしょう。この次数4、この次数5、この次数4、この次数は5、この次数4、この次数4、ここ4なの。最小次数これ4ですね。だから、この上の性質が正しいとすると、このグラフは、頂点数5の1を含みます。ちょっと今、信用の吹き順が良くなかったんですか？信用の吹き直します。道を含む。で、実際そうかなっていうふうにちょっと考えてみると、まあ、いろんな道あるかもしれませんけど、例えば、まずここから始めて、1、2、3、4、5とか。こんな感じですね。あ、頂点数5の道ありましたね。よかった、よかった。まあ、これ以外にたくさん頂点数5の道あります。し、もっと長い、もっと、大きな頂点数の道もありますけども、まあ、とりあえずここに行ってことは正しいと。わかりますね。いいですか？まあ、多分次のページ見てると別の例出てきますけども、まあ、こんな感じですね。同じで、順番じゃなくて違う例ですけども、頂点数5の道、あるなとわかります。前回も言ったと思うんですけども、これ、なんか、証明したい性質だったら、まず例を通して考えてみて直感を得るっていうのは重要です。直感というか、まずその何を言ってるのかってことを理解する。
動作非常に重要です。なんか、これ証明しなさいとか、こういうこと目指しますよとかって言われて、ふんと思ってるだけじゃなくて、こういうふうに、まず例を作って、それがどういうことなのかってことをちゃんと理解するっていうところから始めないと、なんかこれだけ見て突然証明始めるってことはあんまり意味がないので、まずちゃんとそれがどういうことを、言ってるのかってことをまず理解してください。そのためには例っていうのは非常に重要な手段になります。やっぱり証明していくんですけども、どうやって考えるか。さっきですね、この私がこの赤い道、これ見つけたんですけど、これなんか適当に見つけた感じしますよね。実はこれは、適当に寝ろってやると、これ必ず見つかります。適当に寝ろって何なのかっていうと。だからそうか、やってることは何かっていうと、これ、G は PK プラス1を含むって言ってるんだから、この PK プラス1を見つければいいんです。見つければいいんです。だから、ある意味ではアルゴリズムを作ればいいんです。この見つけるためのアルゴリズムを作ればいいんですけども、でも、アルゴリズムを書くのは大変なので、証明を考えるときの直感としてはアルゴリズム的に考えますけども、証明を書くときにはアルゴリズムを見せないようにってことを今からします。で、それでそのためのテクニックが最大性論法になるわけです。で、さっき何やったかっていうと、まあ、適当な頂点からスタートして、なんかその、隣接頂点があったらそこになんか進むってことを適当に繰り返しちゃうんですね。こんな感じで。で、そうすると見つかっちゃいます。これ実はどこから始めておくか見つかっちゃいます。どこから適当にやっても見つかっちゃいます。ここから始めて、1、2、3、1、2、3、4、5、こんな感じですね。こんな感じで適当にやってても見つかっちゃいます。何かっていうと、適当な頂点からスタートして、行けるところまで行くんですね。で、そうすると、必ず、K プラス1歩というか、K 歩ですね。K 歩を進めて、そこで頂点数の K プラス1のができるということが言えます。気分としては何なのかっていうと、証明の方針はここに書いてるんです。これちょっと置いといて。さっき言った K が4の時のイメージです。だから、イメージ図を今から書きますけども、今言ったことは何かっていうと、ある頂点から、これは用をつけないで、ある頂点からスタートして、その隣接頂点を1個ずつ見つけていきます。どこでもいいです。もう気にせずに見つけていきます。こんな感じで。で、そうすると、あるところでもうこれ以上いけないっていうところまでいけます。もうこれ以上いきません。で、その時にはもう実は、必要な長さの道が見つかってるってことがわかります。伸ばせなくなったという考えます。で、なんで伸ばせないかっていうと、ここから出ている辺っていうのが、この元の今まで辿ってきた、なんだ、道に戻ってしまうからです。で、戻ってしまうともう伸ばせないわけです。この道っていうのは。いいですか？そうすると、どういうことになっちゃうか、今書いたのと同じなことが書いてますけど、で、ただ、そういうことはね、どういうことかっていうと、今これ K が4なんで、この、いけなくなったっていう頂点を見てみると、ここからは、辺が少なくとも4つ出ています。最小実数4以上だから。だから今、書いておくと、仮定は、デルタ G が、K 以上ですね。ですから、必ず、この伸ばせなくなった、行き着いたところからは、4つ以上辺が出てるわけです。そのうちの1つっていうのは、今この道で、に沿って、この辿ってきた辺です。で、他の、K マイナス1個の辺っていうのは、その、道とは関係ない、道で辿ってきた辺ではないけども、この道に戻っていくような辺になってるわけです。で、そうすると、この道の中に何個頂点があるかっていうことを数えるときに、この最後の頂点と、この頂点の隣接頂点の数を数えましょう。で、これらは全部、この赤い、今辿ってきた道の上に乗ってるわけです。これですね、今この青く書いてるものですね。これ全部乗ってるわけです。そうすると、この青い頂点の数、青い頂点の数、ていうのは必ず、この最後の頂点から出ている辺の数がデルタ G 以上で、最後の頂点を考えると、これプラス1になる。ことになりますね。で、
デルタ G っていうのは仮定から K 以上だったら、これ全体として、K プラス1になる。で、青い頂点の数っていうのが、この赤い道の頂点数以下です。今辿ってきた頂点の数以下です。ですか？そうすると、つまりね、何が言いたいかっていうと、この今作ってきた赤い道の頂点数が K プラス1以上で、この赤い道っていうのが今欲しかった道だったことが分かるということになるわけです。いいですか？で、これで証明なんですけども、これで、実はこれ証明終わってます。けども、この伸ばせるだけ伸ばすとか、伸ばせなくなった時考えるってことを書くのは割と辛いんですね。で、そのことを書くんだったら、初めからもう伸ばせなくなった時を、初めから考えればおしまいなんです。つまり、初めから長さが最大の道っていうのを考えれば十分なんです。長さが最大の道っていうのはもうそれ以上伸ばせない道なんですね。だからそれを考えましょう。で、そこから考えるっていうのが最大性論法です。最大のものを取ってきて、そうするともう伸ばせないからっていう話をします。ですか？だからその、初めはなんかこのアルゴリズム的に考えるんだけども、最終的にそのアルゴリズムの停止したとき、アルゴリズムが停止したときにどういう状況が成り立っているのかちょっとまず考えてください。そうすると、長さは最大のものが得られているとは限りませんけども、もしそれが長さ最大だったら、もう話終わってるわけですね。逆に言うと、その、もう伸ばせないような道っていうのを考えてあげれば話が終わります。からそういう考えましょう。で、まあ、書くんですね。丸々を続けていくと最後にはっていうような考え方が出てきたら、それは最大性論法や最小性論法っていうのを使う出番だと思ってください。じゃあ、証明をやっていきます。証明したことは何かっていうと、最小次数が K 以上だったら、そのグラフには、頂点数 K プラス1以上の道が存在するということです。そのために、長さ最大の道を考えます。で、その端点は V1、VL とします。V1、VL。だから、これ頂点数が L ですね。これ頂点数 L です。この P の頂点数は L。というのが重要ですね。だから、なんだろう。目標っていうのは何になるかっていうと、この L が K プラス1以上になるってことを証明するということが目標になります。今、ここ書きましたけど、これすぐ消えますね。これを証明していきます。あ、そこ書いてますね。L が K プラス1になることを証明すればよいと思います。で、最終的な、目標、従って L が K プラス1以上であるってことを言って証明が終わるように、あと、間を埋めていきます。埋めていきます。じゃあやっていきますね。P が長さ最大の道であるから、V1 に隣接する頂点は全て P の頂点です。なぜかというと、先ほど言った通り、V1 から、こういうふうに、なんか、V1 から頂点、辺を伸ばして、V1 から VL の中に戻っていけないとすると、ここに出てくる道っていうのは、元の V1 から VL っていう道よりも長い道になってしまうので、それは一番長い道を選んでいることに矛盾してしまいます。ですから、だから、この要素は起きませんから、V1 の隣接頂点は必ず全て P の頂点です。だから、こんな感じになっているわけです。いいですか？ V1 に隣接する頂点は必ず、この P の頂点になってて、すべて異なるわけですね。これもそうですね。これもそうですね。これも、分子の臨時頂点ですね。で、そうすると何があるかっていうと、L-1 っていうのは何かっていうと、P における V1 への頂点数、ここの頂点の数ですね。これが L-1 ですね。で、この中に V1 の臨時頂点がすべてあるわけですから、この頂点数っていうのは V1 の次数以上になってます。V1 の次数以上ですか？で、V1 の次数は何かっていうと、これ最小次数以上です。で、最小次数は K 以上だったっていうのは仮定になりました。そうすると、何かっていうと、L-1 は K 以上ってことになったので、従って L は K プラス1以上だという結論が得られたということになります。いいでしょうか？このような、証明法を使う、演習問題がいくつかあるので、ぜひ、考えてみてください。では、
最大性論法というのを今やったんですけど、何かというと、これですね、離散数学における重要な証明手法なんです。ある性質を満たす部分集合、今の場合はその部分グラフですけども、で、要素数最大のものを考えるということをします。で、その最大性を利用して証明を進めるというのは最大性論法です。で、今の証明の場合は、長さ最大の道を考えるんですね。だから先ほどの証明は最大性論法に基づきます。で、これはですね、グラフの頂点数が有限であるからできます。グラフの頂点数が無限だと、長さ最大の道というのは存在しないかもしれません。で、その長さが無限大になってしまうかもしれないですね。で、そうすると、そういう、道っていうことは端点がないので、ちょっと今の証明では困ってしまうことになります。だから、その、前回ですね、この講義では、頂点集合有限の場合だけ考えるっていうふうに言ってるので、そういうその有限性が実はこの証明では、ちょっと、使われているということをちょっと気にしてください。で、同様に最小性論法もあります。他の例は、後の演習問題と今後の講義の中に出てきます、ということになります。いいでしょうか。ではですね、今の性質、これですね。次数が K、最小次数が K 以上だったら、頂点数 K プラス1の道を含む。ってことに関して、今考察します。何か。頂点数が有限じゃないということなのか。実は、頂点数が有限じゃなくても、ここに書いてある性質は成り立つはずです。なんでかっていうと、先ほど言ったみたいに、頂点数有限じゃなかったら、長さが無限大の道が存在してしまうかもしれないですね。でも、長さが無限大の道の中には、必ず頂点数が、K プラス1の道が含まれていますから、長さが無限大の道が存在してしまったら、その中に、頂点数 K プラス1の道も存在しますし、そうじゃなかったら、すべての道の長さ有限なので、一番長い道を取ってくれば、先ほどの証明は使います。だから、ここで言ってる、性質は正しいんですけども、その証明の仕方がちょっと変わってくるので、注意が必要ですね。だから、その、一番長い道を取ってくるっていうのは、有限だからできることなんだってことは、もう一度、補足しておきます。次ですね。今は、最小次数が K 以上だったら、PK プラス1、頂点数 K プラス1の道を含むって言っていたんですけども、じゃあ、K プラス2、頂点数は K プラス2の道を含むってことはあり得るんだろうかと。もっと長い道含むことありますかと聞かれたら、どうなるか。ただ、これはですね、この結論を強くするんですね。もっと長い道ありますかと。で、結論を強くした場合を考えると、言葉で言っている性質の、内容が深く理解できると思います。で、実際この性質、ここに書いたのは、これは成り立ちません。成り立たない場合があります。で、勘で完全グラフと書いてますけども、何かっていうと、完全グラフの K、K プラス1っていうのは何かっていうと、この中には、PK プラス2は存在しません。なんでかっていうと、これもともとこの K、K プラス1っていう、完全グラフの頂点数 K プラス1だから、K プラス2個頂点を持つような道って存在しないわけです。一方で、この、最小次数っていうのは、これ K なんですね。だから、この完全グラフ、頂点数 K プラス1の完全グラフっていうのは、前提を満たすけども、この結論部分をこれ満たさないので、これ判例になっているわけです。だから、成り立たない場合に、ちゃんと判例を見せてあげるっていうのは重要です。はい。三つ目。これ考察のポイント2になってます。ちょっと待ってね。これ3にするべきですね。ちょっと待ってね。ここは、この2はこれ3にするべきです。ちょっと待って。3にするべきです。まあ、次は何ですか？何かっていうと、元の性質の逆です。だから、この、仮定と結論を逆にしたものですね。で、これは成り立たないんですけども、これは、演習問題です。だから、また判例がありますから考えてください。で、逆も成り立つかどうかって考えると、やっぱり、この性質、深く理解できるようになるので、それも考えていってください。はい。これで今日の授業は終わりになります。まとめをしますと、今日は代表的なグラフの定義と記法を理解するということと、最後に最大性論法による証明の手法を理解し、使えるようになるという話をしました。で、最後の最後に、この性質を深く理解するためには、仮定を弱めたり、結論を強めたり、逆を考えたりするということが重要だということもちらっと話しましたけれども、これは、
この授業だけじゃなくて、数学のいかなる場面においても重要なことなので、まあ、そういうような視点を持って、その数学的な考え方をしていってください。はい。では、今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。